皆様こんにちは。彦根市長の大久保隆でございます。マイナンバーカードの交付手続きのために連日多くの市民の皆様にご来庁いただいております。本当にありがとうございます。ただ一度に多くの方々にお入りいただいておりますので、長い時間お待ちをいただくということになってしまっておりまして、本当に申し訳ないと思っております。そこで、市民の皆様にはマイナンバー窓口で現在行っております対応策と今後の改善策についてご案内をさせていただいて、マイナンバーカードの円滑な交付手続きにご理解ご協力を頂戴したいと思います。現在彦根市のホームページへの掲示や市民課窓口におきまして大型のパネルを設置して、マイナンバーカードの交付時間が長くなりますということを周知させていただいております。これは窓口の混雑状況によりますが、おおむね3時間程度お待ちいただくこともありますので、ぜひ時間に余裕を持ってお越しいただきますようにお願いいたします。今後の取り組みとしましては、マイナンバー窓口の混雑状況を改善するために市民課窓口の一部を拡張しまして、カード交付用の端末を増設しまして、より多くのマイナンバーカードを交付できる体制づくりを早急に進めてまいります。またご来庁いただく方が窓口へお越しの際に窓口の混雑状況をタイムリーにお知らせすることができる混雑ランプというものを導入をいたします。これは彦根市のホームページ上に信号機のデザインで、待ち時間が30分以内の場合は青色を、30分から1時間以内の場合は黄色を、1時間以上の場合は赤色を一目で分かりやすいように表示をいたしますので、窓口の混雑状況をご確認いただくことができます。ぜひご来庁される前にこの混雑状況を確認していただければと思います。さらに現在月に一度最終の日曜日ですが実施をしております休日会長を1回増やしまして月2回とし、利便性の向上を図ってまいります。11月から実施することとしておりまして、11月につきましては第2日曜日の8日と最終日曜日の29日両日とも午前9時30分から午後0時30分まで窓口を開設しますので、ぜひご利用いただけたらと思います。市民の皆様にはご不便をおかけしておりますが、今後も事務改善を図って市民サービス向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。